ドジャースの大谷翔平投手、29、が1日、日本時間2日、アリゾナ州グレンデールでのガーディアンズとのオープン戦に、2番 DH で先発出場。結婚公表後、初のオープン戦出場となった第2打席で安打を放ち、新たなスタートを切った。第3打席は子球を選び、1安打2死球と全打席出塁して途中交代した。 1> 第1打席に向かう大谷にスタンドのファンも万来の拍手で祝福。スタンドの多数のファンが大谷にスマートフォンのカメラを向けて打席に注目する中、その中で大谷がフルカウントから死球を選んだ。一塁走者として相手先発カラスコから必要な牽制を受けたが、手術した右手で3度切るスタートは切らずに初回は無得点で終わった。 第2打席は3回一し二塁。昨季巨人に所属して開幕投手も務めた右腕ビーディの内角の95マイル、約153キロ、ツーシームを引っ張り込むと、二塁手のグラブを弾いて右前へ転がり、二塁走者が先制のホームを踏んだ。二塁手のグラブを弾くあたりだったが、球場内では右前適時だとアナウンスされた。 第3打席も BD との対戦。フルカウントまで持ち込むとしっかりボール球を見極め、一塁へ歩いた。大ヤが一塁へ到達するとダイソーを送られて途中交代。大ヤがベンチに退くと、スタンドのファンから大きな歓声が上がった。実戦は OP 戦初出場となった2月27日、同28日のホワイトソックス戦以来。 三試合ぶり。ドジャース移籍後初となった同戦では、5回の第三打席で、新天地1号、となる左越え本塁打を放つなど三打数1安打だった。翌28日、同29日のレンジャーズ戦、29日、同3月1日のレッズ戦は敵地だったこともあり、出場せず、この日が三試合ぶりの実戦となった。 大谷はドジャース移籍後オープン戦2試合に出場し、これで通算4打数2安打3打点。これで2試合連続打点をマークし、ドジャース打線の中核としての存在感を示した。大谷は2月29日に自身のインスタグラムを通じ、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが2人。 一匹も、で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。などと記し、結婚を発表した。